はようございます。どうもブーです。今日はこんなにいい天気のアラカード店にやってまいりました。なぜかというと、ケンタン隊埼玉支部くまさんプレゼンツお願いケンタン隊手長エビ釣り大会に参加するためにやってまいりました。手長エビをいっぱい釣って皆さんで食べますいっぱい釣れるかな。なんかね、いろいろね、1位、2位、3位とか賞もあるみたいなんで、頑張っていっぱい釣りたいと思います。で、受付のでっかいタープがね、もうね、あそこに貼ってあるんでね、早速行ってみようと思います。よし、じゃーん、なんとお願い検探隊バッジをいただきました。これで晴れてお願い検探隊の隊員にもなりました。入隊いたしましたよ。溶けたやつを早期に飲むとつけたいと思います。最初甘いです。最初甘くてだんだん短冊に書いた7月10日晴れますようにというお願いが叶うも叶ってこのお天気です。手長エビ釣り大会もうすぐ始まります。今会場の魚肉ソーセージさんの貼っていただいた受付タープテントに皆さん集まってますね。まだあと 4、5 名集まるようですよ。さあさあ、どれだけ釣れるでしょうか。釣りポイントあのあたりですね。楽しみです。あ、メスなんですけど、メスが釣れた場合どっちでもいいです。もっと釣れたらリリースしてもいいですし、持ち帰ってきても構いません。カウントするには口から、それはそう、どっちでもいいよ、はい、っていうことにします。はい、終始事項はそれだけです。はい、それでは、11時開始で終了が2時です。で、2時になったらこの場所にまた戻ってきてください。はい、それでは開始します。スタートです。はい、よろしくお願いします。はい、これからですよ。いっぱい釣るぞ。それでは手長エビ釣り開始です。あと竿は100均で買いました。おすすめだ。開始早々5分で釣れました。でもこれは手が短いのでメスかな。一応数にカウントしたいのでブクブクで生かしといて、カウントしたらリリースしてあげたいと思います。やったー。なんとメスが釣れたのでブクブクで生かしてあげておきます。それブクブク投入。ブクブク、ありがとうございます。ほら、もうね、今見せびらかしてます、ね、やったー。ほら、もうみんなに見せびらかしたい。これですよ。やりましたね。ほら、これですよ。あ、来た来た、また来た。カモが、ほらカモが来たぞ。ほら、これこれが手長エビっていうものですよ。釣りました。釣ったやったよ、やったよっしゃー。もう見せびらかしたから、じゃあ来たけど、メスだよ。後でリリースするよ。卵がいるよ。釣れました。なんだろう、ブーはメスしか釣れないみたいですね。また卵ちゃんがいます。寝がかりしたかと思ったらカニが釣れました。なんと今日ブーがここで手長エビを釣るということをご存知の視聴者の方が、初めてです、ブー、こんなこと。差し入れを。ありがとうございます。どうしよう。
しいワインいただいちゃいました。ありがとうございます。キンキンに冷やしていただこうと思います。すいません、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ラスト30分です。どうしてもブーはメロンが食べたい。なぜかカニが釣れました。じゃあどうしようかな。自分の、ボックスを持って前に来てもらって後ろだとあれなんで前に来ていただいて、適当にそうすぐパカッて開けられるような感じにしていただいて、本日のブーの釣果はメスの手長エビ4匹とカニでございます。渋い。はい、あとは11月。カニポイント10とかないですか？残念ながら今回そのポイント制しましてやめました。そうですね。31。すごいな。31匹の方がいますよ。これはかなわない。エビさんが逃げちゃう。おお。すごい。これはでも入魂の日記だから。日が多分30匹分になって60匹だと思うんだけど。もう誰が優勝かバレてしまいましたが、手長エビ31匹を捕まえた秋森さんが優勝でございます。おめでとうございます。それでですね、秋森さん、優勝者は来週富士山登りに行くんですよ。スルーナイトか。スルーナイト、はい、富士山登りすごい。それでは3、4電池で、はい、おめでとうございます。はい、正直です、やりました。はい、おめでとうございます。続いて第2位、18匹釣り上げたハリアライニョさんでございます。おめでとうございます。はい、2位の方はですね、2種類のどちらかを選ぶことができます。どちらにしましょう。これってこれはね、これね、USB 充電器で、こういうコンパクトな、これね、全体で6アンペア流せるんですよ。それで、各ポートから最大2アンペア、それで、全部4つ繋げた時でも 1.5 アンペアを流せるんで、4つのスマホを急速充電できるんだけど、これね、優れもののね、USB 充電器。これは白ですけど、あれは、青とオレンジと白の 3色で用意してますから、もしあれがいい場合は、中をちょっと開けてみて、これか、これですか。じゃあ、はい、これ、電車するから、うん、色が違うだけで、中身は白ですからね、結構優れものですよ。で、これちゃんと、ほら、日本のこの安全規格っていうんですか。取ってますからね、はい、そう、大丈夫ですよ。安全性もバッチしていくので、はい、じゃあ2位のライニョさんは USB 充電器の白をゲットしました。はい、続いて第3位、これどうしようかな。実を言うとですね、第3位、ヤスリダ山さんでございます。おめでとうございます。それ同率3位なので、まあ、商品を先に選んでもらうために2人でじゃんけんしてもらいたいと思います。待って、はい、いくよ。はい、最初はグー、はい、じゃんけんぽい。はい、釣り太郎さんが3位なんですが、商品を選ぶ権利がどっちにしましょう。これのメロンの何色？メロンが負けちゃうの。青ユーセビーズ電気そうだよ。青だ。こちらを、はい、はい、どうぞ。まだチャンスあります。選べるチャンスがあると。はい、じゃあ、どっちにしましょう。じゃあ、メロンで。いや、メロンで。取ると思ってた。君はメロン取ると思ってた。家族のために。絶対メロン取ると。家族のために、ちょっと。家族のためにって言って、電車の中で自分で買ったので、箱だけ持ってくみたいな。わかるんですね。車掌に止められます。何持ってんだ。はい、こうでしょ。は
負けちゃったよ、ほら負けちゃったよ。じゃあ個人優勝か、俺が勝ったらさ、箱だけもらってくるなんだよ、ありがとうございます。隊長ともじゃんけんして勝ったので、じゃあ商品おめでとうございます。俺も好きしか釣れないんだけど、決まってんじゃん。何言ってんだよ。どうですか。はい、じゃあ続いて第5位。じゃあライダー、この中からお一つどれでも。あ、じゃあライト。ライト。はい。これだよ。ライト、はい、はい。いいライト、ズルーライト。水につければ水が染み込むし、壊れるっていう。すごい。すごいよ。まあ、とりあえずおめでとうございます。ほら、順番待ってきたじゃないですか。待ってたんですよ、ちゃんとね。まさかの第6位。不正をしなくてもちゃんと、不正申告しなくても回ってくるんですよ。そうですね、はい、もう商品がね、限られてる。じゃあですね、何かこれいいですね、これ、はい、それ2つ混ぜる、2つ混ぜるか、あ、全部全部全部だったんです。これいただきます。はい、おめでとうございます。次はどうしか、いいですね。お持ちになります。じゃあラスト1個。じゃあやっぱ順番でいきましょうか。もう1つしかないんで。はい、ズルーナイトの方を。ズルーナイトだねー。おめでとうございます。はい、これで商品は全部なくなりましたね。はい、じゃあ表彰式はこれで全部です。じゃん。表彰式が終わりまして、ブーは7位かな、ライトをゲットしました。ありがとうございます。で、カウントはテナガエビのメス4匹プラス、まあ、カウントしてないけどカニさんが1匹釣れました。で、メスはみんな卵を持っているので川にリリースしたいと思います。また元気なテナガエビをいっぱい産んでもらわなきゃいけないんでね。さあさあ、ありがとうね。よいしょ、リリースします。オーラス、俺がそこで歩いてみる。なんとなんと、ワイカツさんのコールマンのツルーバーナーです。ホワイトガソリンですよ。わーい、今釣ってますね。おいしそう、このハム。これ生でも食えるハムなんで、そうです。このままどうぞって渡すこともできますけどね。あらあらあら、でちょっとね、ちょっと焼いた方が美味しいと思うんですね。そう、絶対美味しいですね。ブーの食べ動画が始まってしまいますよ。そうですね、楽しみでーす。かっこいい。まだまだ食べ物来たんで、そうそう、生でも食えるやつなんで、生でもどうぞって感じなんですけど、焼き目を入れてみましたんで。いいですか、どうぞどうぞ。あ、ありがとうございます。すいません、どれが美味しいだろうな。これがいいかな。ちょっとまだかな。これはちょっと、じゃーん、ワイカツさんの厚切りハムです。いただきます。どんなハム。あー、うん、やわらかい。あ、おいしい。おいしいです。焼いて正解。生でも食えるから、うん。乾杯、いただきます。冷たくて美味しい。うまい。テナガエビ、皆さんが釣ったテナガエビをいただきます。
素揚げ美味しい。はい、というわけで今日は県大会埼玉支部熊さんプレゼンツお願い県大会手長エビ釣り大会に参加してまいりきました。うん、メスの手長エビ4匹釣れて数だけカウントしてリリースしました。商品のミニライトをゲットし、その後手長エビの素揚げや熊さんが作ってくれたトムヤムクンスープ、手作りベーコン、焼きハム、いっぱい美味しいものいただいちゃいました。さてさて、次は何を食べましょう。またねー、バイバイ。